どっちがウィナー？よし、いけるか。絶対止める。うわー、くそくそ、勝手に来ました、ボールが。くそ、僕の手元に。絶対止めるよ、俺。取る、絶対取る。うわー、こっちにちょっとフェイントかけてんのよ。動けなかった、もうこっち行っちゃって。よし、これ止めりゃいいんですもんね、もうね。決めればいいんでしょ、だから。無駄な動き、やばい。よっしゃー、よっしゃー、来たな、サンキュー。よっしゃ、来い来い来い。よっしゃー、読んでたんだけどな。危ない危ない。よっしゃ、小野さんです。イエーイ。一試合予想くじ、ウィナーを楽しもう。アジアカップも対象、もちろん日本戦も。どっちがウィナー？小さ小さ。これいけるかもしれないですね、もしかしたら。運もあるから。いや、これなぁ、ダサいとこ見したくないなぁ。うわ、全然違うわ。うわ、うわ、うわ、危なっ。うわぁ、当たる。うわぁ、チクショー。おっしゃ、いや、当たんねえな、これ。え、当たってないですか？あれ倒れるんですね、ちゃんと。倒れます、ちゃんと。アジアカップも対象、もちろん日本戦も。どっちがウィナー？距離結構あるな。さあ、やばい、上げすぎよ、まずいわ。シンジさん、技技、あ、技っすね、技出して、技。危ない危ない危ない、落ちた落ちた、危ない、あ、危ない、落ちたらまずい。ああ、技出して、ああ、技やってる、ちくしょう。おい、足が動かない。そろそろ入っときましょうか。くそよいしょ、くそ、もう体力だ、ちくしょう。くそ、やっぱ上に上げてね、一気に行こうとしたのよ。ダメです、ダメです。一番難しいですか、それが。対決の勝者、小野さんになります。よし、一試合予想くじ、ウィナーを楽しもう。アジアカップも対象、もちろん日本戦も。どっちがウィナー？次のプレーを早くするために止めるっていうことを考えてるんで。一回勝負だから。そしたら黒子がすぐメジャーで測りに行きますので。はい、OK、はい、じゃあ一回やってみましょう。一発練習。うーわ、うまっ。どうぞ測ってください。もうこれ本番ですよ。練習練習、え、練習よ、それ練習だって。いや、測んなくていい、練習。最後の記録、練習だから測んなくていいから。結構近いんじゃないですか。最後の記録、1m83cm です。いや、近いでしょ、結構。これあるな、あるあるある。これちょっとプレッシャーかかってますもん。これあるよ、あるよ。風来た、風来た、よし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 。うわ、まだまだまだ動いてる動いてる。これは勝ってるんじゃないか。最後の記録、1m18cm です。トラップ対決勝者、小野さんです。イエーイ。もう一歩のダメですか、蹴って。一試合予想くじ、ウィナーを楽しもう。アジアカップも対象、もちろん日本戦も。